ロー YouTube。 さて今日もやってきましたエクストリーム懐かしい漫画遊戯王デュエルモンスターズ編デュエルということでですね、皆さん2021年1月ということですね、新年明けましておめでとうございます。もう今年もね、もう始まったばかりということなんですけどね、お互いね、いい年にしていけたらなと思います。ということで、まあ、2020年を振り返るとね、やっぱりコロナウイルスが大変だったと。コロナウイルスですごく苦しんだ人が多いということなんですけども、2021年はね、きっと世界もね、だんだんとまあゆっくりとね、元気になっていくと思うんですよね。で、そうなってくると、おそらく世界っていうのはやっぱりコロナの後と前では何らかの変化があるということでですね、ちょっとね、この僕自身の YouTube チャンネルもちょっと変わっていきたいなということでですね、新たなチャレンジをしたいなということでね、まあ、このホワイトボードを使ってね、もちろんオリエンタルラジオのあっちゃんの、まあ、完全なる2番戦士パクリなんですけども、彼を参考にさせてもらいながらね、僕もね、このホワイトボードを使って、もうスマホの画面上の皆さんに何か事業ができることがあるんじゃないか、何か役立つ情報を発信できるんじゃないか、何か面白い情報、何か新しい情報を、ね発信できるんじゃないかと。で、それがね、僕自身お互いのね、良さ、ウィンウィンの関係になれたらなということで、ちょっとね、一度ね、ちょっとチャレンジと、2021年のこの YouTube チャンネルのチャレンジということでですね、このホワイトボードを使って授業するということにしてやらせていただきたいなと思いますので、もぜひともね、温かい意味で見守ってもらえたらなと思います。まあ、ちなみに、話す内容としてはね、まあ、たくさん考えてるんですけど、ぜひとも皆さんこんなことをしてほしいですとか、こういうことやったらいいんじゃないですかとか、もしくはもう否定的なことでもいいんですよ。こんな全然面白くないですとか、これ、もっとテロップつけてくれ、話し方、なんか滑舌悪すぎて何言ってるかわかりませんとか、もうそういう厳しい意見もね、もうちょっとどんどんもらえたらなと。もう何でもコメントしていただけたらなと思います。ただ一つね、誹謗中傷とか、人のことを、まあ、人格を否定するような言葉だけがそこをね、ちょっと僕認めないので、そこだけがね、よろしくお願いしますということですね。お互いね、YouTube チャンネルを作っていけたらなということで、まあ、今日は、まあ、その、僕の昔好きだったアニメ、漫画をちょっとね、皆さんにね、ご紹介するということで、この遊戯王デュエルモンスターズと、ちょっとプレゼンしていきたいなと思います。もしかしてね、その皆さんの中でね、これ、ね、昔やってましたとか、いや、これ遊戯王わかんないですとかいう方、に対してもどんな方でも一度ね聞いていただけたらなと思います。じゃあ早速ね話に入っていきたいんですけど、この遊戯王デュエルモンスターズと、まあ、要はそのカードバトルとか、よくそのデュエルとか言うじゃないですか。その魔法カードとかモンスターカードとかトラップカードとか、そのまあ遊戯王デュエルモンスターズのことなんですけど、これ実はね、単行本が1、遊戯王っていう単行本自体は1から38巻まで出てるんですけど、実はね、この今から説明する内容っていうのは7巻から大体16巻ぐらいまでの内容なんですよね。もともとこの1から7巻の間にも、その遊戯王っていう漫画自体はあったんですけどね、ちょっとね、経路が違ってまして、当時は、その主人公、遊戯と、他にもね、悪のなんか敵がいるんですよね。その高校の番長みたいなやつとか、犯罪者とか。で、その番長とか悪者と、その闇遊戯、主人公の遊戯と闇遊戯が戦ってね、そのゲームに、闇のゲームっていうゲームをするんですよね。そのゲームに勝ったら、そのね、なんかその、悪人は魂を抜かれたり、まあ、その、結構罰ゲームを受けるっていう流れだったんですけど、7巻ぐらいからちょっと経路が変わってね、カードゲームのバトルになるようになったんですよね。まあ、要はその、遊戯王デュエルモンスターズっていうのがそのカードバトルのことで、もともと7巻より以前はカードゲームじゃなくて、ね、闇のゲームっていう、例えばその、なんかコインの、なんかコインの裏表を競ったりとか、そういうなんか、その、なんか差し出すと、その黒ひげが飛び出すとか、そういう闇、そのゲームで負けたら罰ゲームを受けるみたいな流れだったんですが、ここから8巻、7巻から、あ、デュエルモンスターズカードゲームが始まったということで、ここからが結構ね、面白いので、ぜひとも皆さんに伝えたいなということで、ぜひとも聞いてもらいたいなと思います。まず、主人公なんですけども、まあ、武藤遊戯という、まあ、高校生がいたわけですよ。まあ、彼はいじめられっ子だと、体も小さくて、ね、友達もいないと。で、友達もいないから、もう一人、いつも一人で遊んでたんですよね。ゲームにしても、カードゲームにしても。まあ、ただね、そのゲームとかカードがものすごく好きだったと。で、その一つに、おじいちゃんに、武藤双六という人物がいたんですよね。その人物もすごく重要な人物になってくるんですけど、その人物があるパズルを持ってたんですよね。このパズルっていうのが、まあ、黄色、金色のようなパズルなんですね。で、それをね、組み立てたらね、なんかすごい願い事が一つ叶うみたいなことが言われるわけですよ、おじいちゃんに。それをね、何年もずっと組み立ってるんですけど、なかなかできないわけですよ。10年、5年か10年ぐらいずっとそのパズルを一人で、いじめられっ子で家で引きこもりながらパズルを組み立ててたんですけど、できないんです。その時、ある日急にね、その千年パズルを完成させる日が来るんですよ。で、その時に、なんと、その千年パズルを完成させた日に、その主人公の武藤遊戯君にもう一つの人格が芽生えるんですよ。それがね、闇遊戯っていう人物。まあ、要はその、これが、やっぱり人って、裏の部分と表の部分みたいなのがあるじゃないですか。まあ、要はこれ、武藤遊戯君っていうのは本来の姿であれば、闇遊戯っていうのはその闇の人格みたいなのがあるんですけど、実はね、まあ、これね、ストーリーが展開していくにつれて、とんでもなくストーリーが発展していって、めちゃくちゃ面白いんですけど、まあ、実はまあ、もう一つの人格ですよね。二重人格なんじゃなくて、もう完全なる別物の人が自分の、体に憑依するみたいな意味です。ちなみにこれはね、3000年前のファラオの、
魂が自分の体に宿るんです。実はこの千年アイテムっていう中の千年パズルっていうのは実はね、3000年前にそのエジプトで作られたもうとんでもないもう神秘的なアイテムだったんですけど、それを完成させたものにはね、その3000年前の王様の魂が宿ったと。で、そこでね、この人物はもうとんでもない人物で、もうデュエル、もう勝負ごとには絶対負けないと、もうとんでもないハートの持ち主で、まあ実質主人公と、まあ主人公が2人というところから始まるんですよね。まあちなみに千年パズルっていうのはね、なんかこのエジプトの逆三角形のような形で金色で、ここにね、ちょっとネックレスのような作れてる感じで、ちょっと興味ある方が Google で検索してもらえたらなと思います。で、そこでね、まあこれは第1話であると。で、まず第1話なんですけども、この主人公のライバルにカイバセドっていう人物がいるんですよ。この人物も。とんでもなくもうかっこいいキャラクターでですね、会話校、同じ高校生の高校の同級生なんですよね。で、会話コーポレーションっていうね、あの会社の社長なんですよ、高校生にしながら。でも実はね、彼はね、生い立ちもめっちゃ不遇なんですよ。なんかね、あの弟に会話モッパっていう人物がいるんですけど、その人物と一緒にそのあの児童福祉施設に預けられるんですよ。要はその若くして両親がいないと。だから福祉施設に預けられると。で、そこでね、そのカイバ・ゴーザブローっていう人物がいるんですが、これもその人物がね、軍事産業の人物だったんですよね、社長。で、その人物がその後継ぎとしてね、そのカイバセトを選んだんですよね。それなぜかという、いや、その前にまずカイバセトがね、そのとりあえず施設をなんとか苦しこんな貧しい生活をなんとか脱出できないのかっていうのを知恵を絞ると、じゃあそこにね、カイバ・ゴーザブローっていう会社の社長がね、その自分の福祉施設に訪ねてきたときに、ね、自らチェスの勝負を申し込むんですよ。もし俺が勝ったら、あんたのなんかところで働かせてくれみたいなことを言うわけですよね。それでね、チェスでね、海抜と戦って、この海抜、ゴーサブロに勝つんですよね。で、そこで勝手にだんだんとのし上がっていくっていうタイプで、まあ、高校生にして、その海抜コーポレーションを乗っ取るんですよ。乗っ取ると。で、この人物は目的のためであれば、手段を選ばない人物でね、その、実はこの、こっちのカードゲームの世界でね、超幻のカードっていうのがあるんですよ。それがね、ブルーアイズホワイトドラゴンっていうカードがありまして、それがね、もう、この遊戯王の中で、カードの世界の中では、誰もが憧れるカード、ブルーアイズホワイトドラゴンっていう最強のカードがあって、それがね、なんと世界にたった4枚しかないと言われてましてですね、それを、カイバセトはね、何やらでも手に入れようとするわけですよ。で、その、どうやって手に入れるかというと、その所有者を見つけるじゃないですか。それつらをもう自殺に追い込んでまで4枚のカードを手に入れようとしたんですよ。そしてね、なんと3枚のカードを手に入れたんですよ。そして残りの1枚。その1枚を探しているときについに見つかったんですよね。それがね、なんとこの武藤遊戯のおじいさんである武藤スゴロクが持ってたんですよ。で、それを見た瞬間にカイバはね、じいさん、そのカード1枚と、この俺のカード全てを交換してくれみたいなことを言って、もうとんでもないレアカード、もう100枚、1000枚ぐらいと、そのブルーアイズたった1枚のカードを交換してくれみたいなことを言うんですけど、まあ、もっとじいさんはね、いやダメじゃみたいなことを言うんじゃ、これは私の魂のカードなんじゃみたいな、親友から譲り受けたカードなんじゃみたいなことを言ってダメだと。で、そこでカイバセトはある作戦に出るんですよ。それはね、ちょっとね、もうじいさんも誘拐してブルーアイズホワイトドラゴンを完全に盗むという、もう暴挙に出るわけですよね。で、しかもね、で、それやった後に遊戯に対して、お前ここ何時何分にここに来いみたいなことを言うわけよ。で、海爆みたいなことになって、目の前で、そのブルーアイズホワイトドラゴン、遊戯の目の前でブルーアイズホワイトドラゴンのカードを破り捨てるんですよ。これなぜそんなレアカードを破り捨てるのかっていうことについて理由があって、それはね、あのブルーアイズホワイトドラゴンのカードっていうのは、世界に4枚しかないわけですよね。で、実はね、遊戯王デュエルモンスターズの世界ではデッキは40枚で同じカードは3枚までしか入れないんですよ。だから4枚目のカードっていうのは無意味なんですけど、ただ存在させておくと自分以外のデュエリストがブルーアイズのカードを使うっていうことになるので破り捨てると、遊戯の目の前で。それを見たら闇遊戯がね、ちょっと待てかいばと、俺とデュエルしろみたいな話になって、そこでね、第1話の、ね、デュエルが始まるわけですよね。このデュエルが本当に伝説で、まあ、遊戯がね、まあ、いろんなカードを使っていくわけですよ。グレムリン召喚とかで、あのどんどん召喚、エルフの剣士を召喚とか、まあ、攻撃力1400ぐらいのカードを召喚していくんですけど、ついにブルーアイズホワイト、カイバセとかブルーアイズホワイトドラゴンを召喚させるんですよね。攻撃力3000だと。で、この瞬間にね、ユーリが、やばいやばいやばいみたいな話になるわけですよ。どうすればいいんだみたいな話になって、で、そこでね、なんと、まあ、なんとかね、魔法カードに光の護風剣っていうカードを発動するんですよね。それはね、3ターンの相手の攻撃を無効化することができると、ね。その間に時間稼ぎをしてるんですけど、でも、どうすればいいんだみたいな話になるんですよ。で、その時にあることに気づくんですよ。手札に謎の正体不明の謎のカードがあって、そのカードがね、封印されし者の右腕とか、封印されし者の左腕とか、封印されし者の左足とかいうカードがあるんですよ。攻撃力が200とか、攻撃力が300とか。なんなんだ、この弱いカードはと。で、その時にクソみたいなことを言って、なんか守備表示で、
あのカードしのぐしかないのかみたいな時に、なんか滅びブルーアイズホワイトドラゴンの攻撃力3000、滅びのバーストストリームっていう技なんですけど、まあ、クラってどんどん撃破されていくとね、その時に、ね、あることに気づくんですよ。このカードは、このわけのわからないカードはもしかしてエクゾリアなんじゃとか言って、それどういうことかというと、かつて不都合録のじいさんがね、その世界には たった 1枚だけそのカードを手札に揃えると勝利が確定するカードがあるんじゃみたいな、それをエクゾリアって言うんじゃみたいなことで、要はその5枚のカードがあるんですよ。封印されし者の右足、左腕、封印させてエクゾリア、そのカードを5枚って札に揃えたら勝利が確定するというカードがあるっていうことに、ここで勇気が気づくんですよね。あと2枚、これを揃えたら勝てるみたいな話になるんですけど、ここでね、会話してもどんどん召喚していって、ついに2枚目のブルーアイスホワイトドラゴンを出すわけですよ。で、ここもね、遊戯も対抗してね、ブラックマジシャンという遊戯のエース級のモンスターを出すわけですよね。攻撃力に1500だと。で、まあ、ついにあと1枚、4枚が揃ったみたいな感じになって、ブラックマジシャンが召喚してね、でもブルーアイスの滅びのバーストステムで潰されるんですよ。そして、あと、封印が解けるまでワンターンって時に、ついに会話してね、3枚目のブルーアイスホワイトドラゴンを召喚して、ブラックマジシャンを撃破するわけですよ。で、それでね、もう絶対絶命みたいなシーンがあって、この遊戯がね、ブルーアイズ・ホワイトドラゴン3体を目の前にしても絶対絶命っていうシーンがあって、それまさにね、めちゃくちゃ面白いシーンがあるんですけど、そこでね、その遊戯王の流れは絶対に外せない BGM が流れるわけですよ。熱くリエリストという。チャン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 まあ、こちらの方はね、ぜひともね、YouTube で検索してもらいたいんですけど、そこでね、最後、エクゾリア、このカードを引けば、もし引けなかったら負ける、引いたら勝てるみたいな状況に陥ったときに、なんかそこでね、そのみんなの顔を思い出すわけですよ。なんかその、カードが遠ざかっていく、いや、俺の心が逃げてるだけなのかみたいな話になって、でそこでね、なんかみんなが一緒にカードを引いてくれるわけですよ。この主人公には友達がいてね、アンズとか、そのジャイアンスネオ的な感じのやつとかもいるわけですよ。ジョーノチ君とかホンダとか。で、そのカードやつだから全員引いて、なんか、俺は希望を手にしたんだみたいなことを言って、俺が最後に引いたカードは封印されしエクゾリアみたいなっていうことを言って、会話するがね、なぜ、何、エクゾリアだとみたいなことに言って、最後に、怒りの豪華エクゾードフレームという、まあ、必殺技があるんですが、それでね、ブルーアイズホワイトドラゴンの海馬瀬戸を抹殺させて、なんと海馬瀬戸に勝つと、この大ピンチ、大逆境から最後にエクゾリアを召喚させるというね、もう神的なそのデュエルスキルを見せて勝利するということです。そして、まあ、これ第1話終わるんですけど、まあ、あんなにね、すごい人、まあ、こんなのはね、物語の始めに過ぎなかったわけですよ。で、そこでね、まあ、ペガサスという人物が出てくるんですけど、この人物がなんとね、このデュエルモンスターズのカードゲームの開発者であるんですよ。まあ、この人物をね、深掘りしていくとね、まあ、話が長すぎるんで、まあ、ちょっとね、もう今回はちょっとデュエルモンスターズの開発者っていうことだけにさせてもらいたいんですけど、まあ、その人物が、まあ、この会話瀬戸に勝っていくぞいを揃えた人物、あなたが武藤由美、闇武藤由美ですかみたいなことを言うんですよね。で、この人物はね、実はこの千年アイテムの所有者なんですよね。これが千年アイテムが今後重要になってくるんですけど、まあ、今その遊戯君の千年パズルだと。で、ペガサスの場合の千年アイテムのミレニアムアイっていうのを持ってて、目に、なんか金色のね、なんかその、義眼みたいなのが入ってるんですけど、その能力がすごくて、それがね、相手の心の中を読むことができるんですよ。要は、デュエルモンスターズ、カードゲームにおいて、相手の考えてることが分かるってかなりチートじゃないですか。要は、手札とか戦略とかも分かるという。だから、とんでもないデュエリストで、もう最強、もう、とりあえず王国編でも最強デュエリストなんですよ。で、そこでね、まあ、デュエルすると。なんかテレビ画面同士でデュエルするんですね。あなたの実力を試したいのです。ペガサスはね、アメリカ人なので、ね、結構こういう日本語を話す、片言の日本語を話すんですよ。あなたがユーディボーイですか？私とデュエルしませんか？やってみましょうか？みたいなことを言うわけですよ。で、そこでね、対戦するわけなんですけど、なんと、まあ、ペガサスはね、相手の手の内を読むわけですよ。あなたはこのカードを持ってますね。だから、私はこのカードを伏せますみたいなことを言って、どんどん戦っていくんですけど、最後ね、まあ、そのデュエルっていうのが時間制限付きなんですよ。15分以内と。で、そこで、まあ、デュエルをしていくんですけど、遊戯が本当は勝てたんですけど、最後ね、タイムアップで遊戯が負けちゃうんですよ。で、そこでペガサスがね、千年アイテムを使って罰ゲームですみたいなことを言うと。で、それ罰ゲームは何なのかというと、このおじいさんいるじゃないですか、武藤遊戯のおじいさん。そのおじいさんの魂を奪うという荒行事に入れて、
魂を奪っちゃったんですよね。それをね、魂、すごろくじいさんの魂を奪いたかければ、この王国のデュエルキングダムに来てくださいみたいなこと、あなた、もしあなたが勝ったら、すごろくじいさんの魂は解放させてあげましょうみたいなことを言うわけですよね。そっからね、王国編が始まるんですよね。これはどういうことかというと、ある意味その無人島とか王国みたいな島に デュエリストがたくさん集まるんですよね。有名なデュエリストがね。その人たちがデュエルして戦っていって、最終的に優勝者を決めると。で、その一人に、賞金とか名誉とかが与えられて、このね、主催者であるペガサスとデュエルすることができるっていう話の流れになるんですけど、こっからが大体ね、8巻から16巻にギュッて詰められてるんですけど、めちゃくちゃ面白いんですよ。もういろんなね、登場人物が出てきたり、人間ドラマが出てきたり、デュエルのその、面白さであったりね、こういう、あと1枚、この逆転のカードがっていう、その駆け引きがめちゃくちゃ面白いと。こっからはね、ぜひとも見てもらいたいんですけど、おそらくAmazon プライムとかNetflix見れるんじゃないかなと思います。そしてここでね、一人ね、城之内くんっていう人物がいるんですけど、これはね、ユーギくんの、もともとユーギくんのことをいじめてた人物なんですよ。で、この人物を、実はその、なんか、あることを危険に、なんか、大親友になるんですよ。ちなみにこの千年パズルを完成させた時に、願い事が一つ叶えると、なんか叶えれますよって言った内容としては、友達が欲しいということを言ってたらしいんですよ、ゆきくんは。でそれも叶ったのかね、城之内くんとね、友達になると。で友達になりつつ、実はもうここからもう真のデュエリストとして共に戦っていく仲間となるんですけども、ここでね、王国編のルールを説明しておくと、バトルチップっていうのがあるんですね。星のようなチップ、それがね、デュエリスト2人に与えられて、それを10個集めると決勝トーナメントに進出できますよという話なんですけど、城之内くんは持ってないんですよね。なんですけど、王国編に出たいと。なぜなら、実は城之内くんには妹がいるんですよ、静香ちゃんと。その人物が、ね、目を病気に患ってしまったんですけど、その人の手術代を稼ぎたいと。自分がデュエルで優勝してお金を稼いで、妹の静香に手術を受けさせたいんだという熱き心でね、勇気が心を動かされて共に戦おうみたいな話になったわけですよ。で、そこで王国編がスタートするんですけど、バトルチップはね、一人二つ持ってるんですけど、城之内にね、出場企画がない。じゃあどうすればいいのという時に、勇気君がバトルチップを一つ分け与えてくれるということでね、スタートが、ストーリーが始まっていくんですよ。そこでね、いろんなデュエリストに出会うんですよね。まず有名なのがインセクターハガっていう人物で、これ人物は昆虫デッキなんです。要は虫タイプを使うデュエリストだと。このデュエリストはめっちゃ卑怯なデュエリストで、これエクゾリアっていうカードがあるじゃないですか。このエクゾリアっていうカードの対策方法をずっと考えてたんですよ、彼はね、ユーギ君に勝つためにも。やっぱりこのデュエリストも、王国に出場してくるからね、勝ちたいと思ってるね。その時にユーギ君っていうのがライバルになるわけですよね。じゃあそのカード、エクゾリアが強いということを知ってるから、どうやって倒せばいいんだみたいなことを考えてたら、そこを、この王国編までが船に乗って移動するんですけど、その船の上でね、インセクターハガがユーギ君にちょっとエクゾリアのカード見せてくれないかなと。これがエクゾリアか、すごいな。で、このカードどうしたら倒せるか考えてたんだよ。でも分かったんだ、こうすればいいんだみたいなことを言って、そのカードを海に放り投げるんですよ。要は自分の強い相手の脅威となるカードをもう海に放り投げて捨てると。で、使えないようにするという、とんでもない悪質なデュエリストなんですよね。卑怯者だということで、それでね、なんとエクゾリアのカードが使えなくなってしまったんですよ。海に流されていって。で、そこはね、勇気はエクゾリア以外のカードで戦わなくちゃなってしまったということになったんですよね。で、っていうのが一つ目。で、次にダイナソー・ユダキっていう人物がいるんですけど、これはね、関西弁を使うデュエリストで、実はこのインセクター派っていうのが、当時の世界、日本チャンピオン、そして日本準優勝の人物だったんですけど、このダイナソー・ユーザキっていうのも、恐竜デッキを使うわけですよ。ダイナソーっていうぐらいだから、恐竜のカードを使うんですけど、超レアカード、レッドアイズ・ブラック・ドラゴンっていうのを持ってるんですよね。で、このカードは何なのかよく見てもらえたら分かるんですけど、海馬座のブルーアイズ・ホワイト・ドラゴンと、対比するじゃないですか。ブルーアイズかレッドアイズか、ホワイト・ドラゴンかブラック・ドラゴンか。このカードをね、人気カードに挙げる方も多いと思うんですけど、その所有者だと。で、実はね、この後に、この人物はね、城之内とデュエルして、いろんなね、展開をしていきながら、たくさんの面白い、例えばその、時の魔術師とか、ベビードラゴンとかいうカードをね、城之内が使いながらね、ダイナソー・ユーザキがレッドアイズと戦うっていうシーンなんですけど、なかなか面白い内容となっておりますので、ぜひとも見てもらえたらなと思います。そしてですね、その後、これで、ね、多分全部話すと、とんでもない内容になると言ってしまうので、ちょっとね、この辺から省略してもらいたいんですけど、その他にもカジキ・ヨータっていう、海のカードを使うユエリストが出てくるんですよ。要はその要塞クジラとか、なんか伝説のフィッシャーマンとか、海、これは昆虫でじゃないですか。これは恐竜なんですよ。これが海。そしてクジャクマイっていう、なんか女性のね、美しいキャラクター、めっちゃ美人のお姉さんのキャラクターがいるんですけど、このユエリストもハーピーレディっていうカードを使ってきて、いろんなね、すごいユエリストなんですけど、実際にこの城之内とね、お互い意識し合ったりとか、そこに恋愛感情も入ってくると。いう感じです。そしてですね、なんと、デュエルで、
どんどん進んでいくとね、もう一度カイバセドと主人公のユーリがデュエルするっていうシーンがあるんですけど、このシーンがもう伝説のシーンだと。あのね、カイバセドはね、弟に木馬っていう人物がいるんですよね。その人物も、実はこの遊戯のスゴロクじいさんの魂を抜かれたように、このペガサスによって魂を抜かれてしまったんですよね。そいつの木馬の魂を取り戻すためにね、カイバはペガサスと戦うに行くために王国に乗り込んできたんですよ。そこで、その遊戯と対面したと。ね、お前のパズルカードを全てよこせる。要はそのペガサスと対戦するにはパズルカード、バトルチップが必要なわけですよね。だから、自分は招待されてない、持ってないから、だから、お前のパズルカードを全てよこせ、じゃあ俺がペガサスと戦って倒してやるぜ、みたいな話になるわけです。そこでね、カイバとユーギがね、ガチンコ対決するっていう話になるんですけど、これね、カイバは弟の木馬を救えなかったら自分は死んでもいいと思ってるから、とんでもない作戦に出たりするので、ね、結構ね、印象深いユーギだったんじゃないかと思います。そしてですね、その後、カイバとペガサスが戦うわけですよ。で、この時のペガサスっていうのはもうとんでもなく強いと。要は相手の手札を見るわけじゃないですか、千年アイテムで。だから会話、あの最強リレースと会話性を持っててもしてもなかなか大苦戦するわけですよ。でそこでね、あのペガサスってカードゲームの生みの親なんで、彼しか使えないカードをデッキに入れてるんですよ。それがね、トゥーンワールドっていうカードなんですけど、まあ、そのトゥーンワールドにね、会話性がどう挑むのかという、そのカードは、トゥーンワールドを発動すると自分のモンスターは全てトゥーンカードになるんですよね。例えばそのトゥーンデーモンとかトゥーンマーメイドとか、挙句の果てにはブルーアイズトゥーンドラゴンとかを召喚してくるんですよ。ブルーアイズ、海馬のブルーアイズを奪って、ね、しかもそのトゥーンには特殊能力があってね、トゥーンはトゥーンでしか倒せないという能力がありましてですね、トゥーンを倒すためにはトゥーンモンスターを使うしかない。ただトゥーンっていうのは世界に一枚しかないと、だからもうとんでもない非道な敵なんですけど、それをどうやって倒したのか、果たして倒すことはできたのかという話になってきますと。そしてですね、まあ、なんと4人が準決勝に進出するんですけど、そこで4名が決まるんですよ。なんとかね、やっぱり主人公のユギ君、そして城之内君と、あのクジャクマイっていう人物と、あとあの人はね、バンデッドキースっていう、こちらはね、機械族のギャンブラーの敵なんですけど、まあ、その人物もね、まあ、そのなんとか4人決まるんですよね。そこでね、まあ、決勝が、準決勝、決勝と行われるんですが、このリエルがもうめちゃくちゃ面白いですから、もう最後ね、もう伝説の最強戦士であったり、まあ、あの時の機械、タイムマシーン、時の魔術師というカードであったりね、もういろんなそのカードが暗黒騎士ガイアにデーモンの召喚にエルフの剣士にバスターブレーダーはまだだったと思うんですけど、結構涙の流れるような内容となっておりますので、ぜひとも見ていただきたいなと思います。そして最後 VS ペガサス、果たして優勝者は誰なのか、誰がペガサスと戦うのか、そしてペガサスとは勝てるのかと、このトゥーンはトゥーンワールドを使うペガサス、そしてね、あの実はトゥーンの他にもう一枚ね、サクリファイス、サウザントアイスサクリファイスという超強力なカードを使ってくるんですよ。それに対してね、あの相手の手札を読むことができるペガサスだと、デュエルモンスターズの海の前のペガサスに果たして勝つことができたのかということです。まあ、こんな感じですね。大体これがね、単行本の7巻から16巻になっております。まあ、ちなみに補足するなら、僕個人的にはね、 BGM と主題歌、そして代表カードということで、 BGM に関しては、まあ、アスケ・デュエリストっていう、あのチャ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 っていう、そのぜひね、 YouTube で BGM 熱き US と検索してもらえたらと思います。もう主人公の勝ちが確定すると流れる BGM となっております。そして次がね、主題歌、これ僕鮮明に覚えてるのがね、あのボイスっていう、届けたい届かないこの思いを本当に大切なものなんだっていう歌があって、そちらもね、ちょっとぜひとも聴いてもらいたいなと思います。あともう一つがね、乾いた叫びっていうね、あのこっちのデュエルモンスターズじゃなくて1から7巻の方の主題歌なんですけど、乾いた叫びがくじけそうな胸を突き刺すっていう方もいいので、ぜひともね、見ていただきたいなと思います。まあ、そんな感じですね。あと代表カードとしては、まあ、やっぱりね、ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴンがまず攻撃力3000、守備力2500、そしてブラック・マジシャンが攻撃力2500、守備力2100なんですけど、この2枚のカードっていうのはね、これ、まあ、実は38巻まで続くんですけど、永遠にね、そのもう遊戯王の代表的な2枚だと。そしてレッド・アイズ・ブラック・ドラゴンはね、まあ、ある人物がね、あのこの人物とデュエルに勝って、ある人物がもう使っていくんですけど、まあ、それもね、すごいいいカードだということですね。他にもね、暗黒騎士ガイアとか、デーモンの召喚とか、カース・オブ・ドラゴンとか、エルフの天使に、もう懐かしすぎて涙が出るカードがたくさん出てくるんですよ。もうクリボーとか。もうぜひともね、見ていただきたいと思います。そしてね、なんとね、これまだまだ続くんですよ、実は。これね、本当に序章なんで、マジでまだまだ続きます。あの、ここからバトルシティ編とか、その古代エジプト編とか、まあいろいろ神のカードとか、
とか出てくるんですよ。オシリスの天空にオベレスクの巨神エラーの翼神獣と。そして実はこの千年アイテムっていうのがね、実は7個あるんですよね。でその7個の千年アイテムと神のカード3枚をね手に入れてね、あるエジプトの遺跡に行くとファラオの冥界の扉が開かれるっていう伝説があってね、そこはよりちょっと話終わらなくなるんで、まあ、そうなんですよ。まあこれ実は千年アイテム闇よりが持ってるとね、ペガスもスミレニが前の所有者だと。そしてもう一人ね、闇枕っていう人物がいまして、ね、その人物も遊戯君の、まあ、クラスメイトなんですけど、その人物のね、その千年リングっていうのを所有して、もう一つの人格が芽生えたんですよ、闇枕。で、この闇枕もね、かなり重要な人物となっておりますので、ただこれ、かなり先なんでね、ということです。何かね、どうでしたか、結構荒削りだと思うんですけど、なんか、遊戯王僕かなり好きで、昔やってたなっていう。遊戯王は、地元でめっちゃ流行ってたんですよ。で、ある、やっぱりね、その地元にグループができるとね、年上の一人で結構デュエルとかレアカードめっちゃ持ってる人がいるわけですよね。要はその地元の一番その権力を持ってるルールを決める人が、デッキからね、年下の方からカードを無理やり交換させると、そしてカード、自分のカードを強くさせるということでね、一時期問題になったこともあったのと思います。まあそんな感じですね。で、なおかつ、よくね、このカードバッグとか1枚150円なんですよ。こすったりしてね、サーチっていうんですか、今はできないかもしれないですけど、なんかやってたなと。懐かしすぎて、ちょっとね、泣きそうになってくるなと思います。まあ、こんな感じですね。結構、遊戯王好きっていう方多いんじゃないかなと。これ多分刺さる人には刺さると思うんで、ぜひともね、なんか、こういうことやってほしいですとか、コメントあれば、ぜひともよろしくお願いしますと。もしかしたら今後の展開もね、していくかもしれないですし、このインセクターアカーとか、この内容と、このペガサス戦とかの内容をギュッて詰め込むかもしれないんで、何かリクエストがあれば、ぜひともコメントよろしくお願いします。ということでですね、チャンネル登録というか、このチャンネルではね、どんどんホワイトボードを使ってね、もういろんなことを授業していきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。あとね、チャンネル登録と高評価ですね、この動画の評価が上がってね、他の人に見られやすくなったり、おすすめに、評価が上がって他の人に見られやすくなるということで、もう僕自身多くの方に見てもらいたいと思ってますので、ぜひともよろしくお願いします。ということで、じゃあな。